はいどうもそらです。ということで今回は腎臓を使って PVP やっていきたいと思います。腎臓ね、今までねずっと組めてなかったんですけど、というのもね18号しか作ってなくて、16号を覚醒させずスーパー17号もスルーみたいな感じだったんで組めてなかったんですけど、今回ね力の大会でねどうしてもね腎臓が使いたくてやむなくね覚醒をさせました。ということで、まあ覚醒ね結構中途半端にやってるんですけど、ユニアリ解放まででスーパー17号は止めていて、今後ねGT 強化が3周年で来るかもしれないので、まあそれを見越してね別に作っておいても損はないかなと思って、とりあえずここまでやっております。どうせね次ね割引できた時にまた7になるんでねいいかなという感じですね。で16号は割引でコツコツ前回も引いてて今回も引いてたんですけども、一応ね今回の割引期間内にまあユニアビのね解放の6まで行けるようにしておこうかなと思ってそこで止めております。ということでね中途半端な5にはなってるんですけど、これねこの段階でも一応ね前回アビとしては7の時とね 5% 違いしかないんですよね。はい、こんな感じですね。なので基本的にねまあ前回アビ要因として使いたいのであれば、僕はね結構5度目でもいいかなとは思っておりますという感じで、一応ねまあこれでパーッとまあ凸とかねいろいろ足りない部分はあるんですけど、腎臓はねほぼほぼ完成したかなというところで回していきたいと思います。新ガシャでね本当はね17号18号いるんでね、それが当たっていたらまあ17号はちょっと僕は入らないかな。さすがにね覚醒18号がね要になるパーティーなので、まあ別にいらないかなとは感じるんですけど、青枠はねできればね18号変えたいなというところで、もしねあまあ期間内に、ね、僕割引でね引いていこうかなと思っているので、当たったらねまた新バージョンみたいな感じで出していきたいと思いますが、とりあえずはねこのね今のところ活躍している腎臓パーティーでやっていきたいと思います。ということで試合の方に移りますが、よければチャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、ということで1戦目ですね。1戦目はすごくねユニークなパーティーに当たったのですが、強大な敵サイヤ劇場みたいなパーティーでございますね。でただね全体的な凸が揃っていてというところでね、ちょっとね面白い試合になるんじゃないかなと思って、これしっかりやっていきたいと思います。はい、ということで対戦よろしくお願いします。お相手は赤フリターレス、フル4ですね。フル4もね、なんかね死産みたいな感じのキャラでしたが、2周年以降でねちょっとね早いとこね救ってあげてほしいキャラだなと思いますよね。なんかすごくねスペックでないな、モーションとしてはね非常に、ね、かっこいいものが多かったりするんでね、なんか救ってあげてほしいなとは思うんですけど、さすがにね今ねリミテッド4が来たばっかりなのでね当分はないかなという気もするんですけどね、なんとかにしてあげてほしいキャラですね。はい、ということでとりあえずは、ちょっとねいなしみたいな感じで、お相手が結構ね接近されてくるので僕も、ね、すごく苦手なタイプですね。ほんとね急接近されて、ね、僕ねテンパってね回避しちゃうかね、なんかアーツぶっぱしたかね、どっちかすぐやっちゃうのでっていうところなんですけど、なるべくねしっかりね単発でいなしてみたいな感じでやるようにしております。でここら辺でねそろそろねホワイト接近してくるのがねもう完全にね分かってきたので、しっかりちょっと距離取りながらというような動きに少し変更しようかなと思っております。もちろんねタックルとかしっかり見ながら下がらなきゃいけないんですけどっていうところで、とりあえずかぶせてで回避して、このテンポはだいたい毎回同じ感じで動かれてるので、もしかしたらねこのワンテンポずらしみたいなのは意識してした方がいいのかなと思いますね。でこれわざとね外れてる必殺打って、で回避させて相手がねキャラチェンしてきて、キャラチェン回避だったら特殊でね動き見えてライジングかぶせれるかなと思ったんですけど、即圧だったので入っちゃいましたね。でそのままライジングということで、これ必殺込みじゃなかったら耐えれそうだったんですけどっていうところで読んじゃいました、ごめんなさいですね。というところでダッシュタックル入ったのでそのまま繋げてきますよですね。相手特にメインとか切ってないので、まあ繋いでしょうという感じでダッシュタックルから攻めてます。はい、でここはもう誰落ちてもいいのでライジングですね。でスーパー17号ね一応ね相手落とすとねよだめつくっていう能力があるので、優先的にねできればスーパー17号で落としていきたいというところですね。はい、ということでこれで落とせたのでスーパー17号がねここからはね火力要因としても活躍できそうですね。はい、ということで落ちと、このキャラね、ほんとね、硬いしね、よだめもつけれるし、特殊でのね、相手のね、妨害とかもできるし、まあ、それをね、駆使したらね、時間稼ぎもできますしね。で、ここは相手キャラチェンと噛み合って落ちですね。本当はね、クニさんが、動画の方でやっていた、何でしたっけ、フラッシュボンバームーブ、あれちょっとやってみたくてやったんですけど、っていうところで噛み合いでしたね。はい、ということで2戦目でございます。2戦目は系譜ですね。で、系譜しっかりね、揃えているので強そうなんですけど、紫枠がいないのでね、緑2枚でいってみましょうか。ということでいきます。はい、ということで対戦よろしくお願いします。お相手は、とりあえずね、青クーラーいるので、まあ緑2枚刺さりそうですね。というところで、ね、赤メタルクーラーだけちょっと重たそうですね。で、この試合ね、僕ね、ちょっと悲しいことにね、2回ひどいね、やらかしやってます。
はい、というのもね、メタルクーラーのね性能を一切把握してなくてね、うん、その関係の、ね、ミスがねこの後起こるので要注目してくださいということでね、集まっていましたね。はい、で入っていくんですけど、さすがの硬さですね。で攻撃終わった後によだめがついて、しかも 10% 回復がね3回ぐらいつくのかな、うん、ということでね全然減ってないですね。スーパージュナルゴ本当ね、使ってみて思ったんですけど、めちゃめちゃ優秀ですね。当時はねひたすらに火力ないキャラっていう印象があったんですけど、でここでやります。はい状態無効ついてるんかいっていうねやらかしですね。ということで見事やられて、はい、繋がってきます。ちなみにねこれね、僕なんか何回かまで無効みたいなね感じとかとね勘違いしてて、でもう一回ねこれねフラッシュでやらかすのでそこまで注目してくださいということで、ここはね、うん、噛み合ってくれてというところでとりあえず繋げてきますようですね。はい、殴ってって殴ってって、うん、でもう一発殴ってって、で一旦終了と。うん、で一応ねなんかそろそろ特殊当てたいなーなんて思ってたところなんですけど、まあうまいこといきませんね。で必殺もダメで、うん、でこっちね回避ないのしっかり見られてたので突っ込まれましたね。これね変に変えるとねライジング飛んでくるの嫌だなと思って、せっかくね硬くて相手もね多分変に、まあ変にというかね、まあ、どのキャラでね攻めてきても正直ねこのスーパージュナゴを落とすのにしんどそうだなと思ったので、まあまあまあ全然ね受けましょうという感じで受けておりました。でただねこっちもね相手がフルフリをねバックにあえてね控えさせられるとねライジングが打てないんですよね。まあそもそも溜まってないんですよね。うん、ということでちょっとねお互いねやきもきしながらこのままねしばらく時間が経ちます。はい、でタックル入ったんですけどやり損ねましたね。うん、で見ようと思ったらそのままね相手に突っ込まれて入っちゃいましたね。まあ、ただ別にねこれ究極受けてもまだね17号じゃない18号もね結構硬いキャラなんでね、はい、耐えますよと。硬いキャラって言った割に結構受けてますねうん、でここはちょっとさすがにね18号まま言うとね落とされかねないなと思ったので、まあ必殺とかもねあるし、うん、こっちで受けようみたいな、受けようじゃない攻めようという感じでチェンジしてます。で見えたらライジングと思ったんですけど見えないですね。はい、ということ で一応これ救出2回使える状態ではあるんですけど、こっちね全然救出のねタイミングもないですね。お相手はねちょっとライジングを警戒すぎてなかなかうまくいけないです。でさすがに回避して、うん、ここはね時間稼ぎと思ったんですけど特殊打ち損ねましたね。まだねさすがに全然使い慣れてないですね。うん、でもこれ最悪に突っ込まれてもいいやと思ってまたねさっきと同じ動きでいたんですけどというところで、はい、こっちからしびれ切らして攻めて、で止めてっていうところでまた見えないと。慎重ですねお相手もだいぶ慎重ですね。はい、ということで見ながらどっちも攻めないどっちも攻めない。さすがにタックル受けて、でここでね相手のねキャラチェン回避とかねそこら辺読んでライジングと思ってたんですけど即圧でしたね。はい、そろそろさすがにね17号削れてきましたね。うん、なのでなんとか攻めたいところなんですけど、うん、あいつが鬱陶しいお相手も絶対ねこのね17号とね裏のね21号鬱陶しいと思ってると思うんですけどね。というところでようやく入ってくれてフルフリ戻ったばっかりなので入れちゃいます。で、うん、スーパー17号のままで打てたのでこれは美味しいですね。よだめもつくんでね。はい、ということで読まれず、やっとねやっとこれでね均衡状態からねこっち有利になりましたね。はい、ということでクーラ落ちと。であとはメタルクーラもねちょっと重たいのであいつはなんとかしたいところなんですけど、ということでここね先にメインから切っちゃいました。うん、で特殊切ってで相手動きましたね。これ先ね特殊からやるとね相手多分メイン警戒して動かないだろうなと思ってあえてねやってみたっていう感じなんですけど、メインをね無駄消費する可能性もあるのでまあなんとも言えないムーブですね。はい、ということでまあとりあえず入ったのでよしです。そのままつなげてドガンといいですね。うん、でこれね変えたくないのでそのままね接近してね相手の、まあ、相手のというか、まあ、回避を見しようかなと思ったんですけど普通に必殺ぶち込まれちゃいました。ただそこからかぶせ成功したりというところで、はい、でまた集まっちゃったので受けるんですけど、フルフリのね時間経ってねよだめ抜けた、うん、状態からはさすがに受けないですね。はい、ということで、まあ、メタルクーラーちょっと重たい。でこれライジン警戒で変えておいてですね、うん、でタックルで見ながらなんですけどさすがにまだ、うん、なかなかねうまいこといかないですね。うん、でここ速回避が入ってくれましたね。でここら辺でねタイムに気づきました。あ、やばいとこれはねライジング受けれないなっていうところで、はい、やらかしましたね。でこれさすがにねライジング飛んでくるかなと思ったんですけど飛んでこなくて、でこれね相手ねこっち回避ないの分かってるんでぶっ走くるかなという読みでやったんですけど、うん、普通に受けられて、でまたねライジング飛んでこないのでラッキーですね。はい、ということで最後はこれしっかりいなして
フィニッシュということで、よだれ勝ちですね。ということで、対戦ありがとうございました。はい、ラストでございます。ラストは未来ですね。ということで、まあ、選出は普通に上3体じゃなくて間違えた。スーパー17号入れて、セル入れて、18号の安定選出でいいかなというところですね。はい。はい、ということで、対戦よろしくお願いします。で、お相手は、まあ、普通のね、安定選出というところですね。うん、で、めちゃめちゃね、回避見られますね。うん、これね、注意しなきゃいけないと思いながら何回か引っかかります、この後。ということで、一応ね、ここまでね、人造を使ってみた所感なんですけど、僕ね、今まで18号を使うパーティーといえば、未来人造だったりね、トッポガールズだったりね、そんな感じのパーティー使ってたんですけど、なんだろうな、個人的にね、いや、それらのパーティーのね、さすがにね、純正となるとね、上位互換だと思ってたんですけど、なんかそうでもないなって気がしていて、まあ、といったらね、語弊があったりはするんですけど、もちろんね、全然ね、それらのね、下位互換ということでは全くなくて、むしろ、ね、まあ、上位互換なんだなっていう部分もね、多数あるんですけど、なんだろう、レート上げであればそれこそね、トッポガールとかの方がね、サクサクいってね、すごいね、楽だなって僕は感じたりしちゃいましたね。うん、なんだろう、まあ、使い慣れみたいな部分もあるとは思うんですけど、なんか思ったより、やっぱりなんか18号頼り感が結構でかかったりとか、それこそね、21号全ちゃんとかがね、突結構あったりとか、あと最新のね、あ、ちなみにここ繋がると思ってね、見に来たらね、あ、やばい、これ繋がんないじゃんと思ってね、ゆらりとね、回避を見しました。という感じで、はい。で、一応そう、18号以外がね、なんかどうしても僕の今の編成だと火力出ないなーっていう印象があって、結構落とされたら、ね、結構積んじゃうな、みたいなところを感じたりしてますね。で、それこそ全ちゃんとかの凸があればまたね、変わってきたりとか、まあスーパー17号もね、僕キー7凸なのでね、そこら辺も上がったらまた変わってくるのかなーっていう部分はあったりはするんですけども、なんかなー、ちょっとそこら辺がしっくりこないなーっていうのを感じていて、結局ね、組んだはいいけど、しばらくね、トッポガールズとか結構レートで扱いそうだなーみたいな気はしてます。いやなんかね、ちゃんとね、やっぱね、凸あるパーティーで使い慣れてるパーティーとかの方がね、まあ、理屈上ね、こっちの方がね、絶対ね、強いだろうっていうのは分かってるんですけど、なんとなくね、使い勝手よく感じちゃうな、みたいにね、僕は感じたりしましたね。ということでね、もしね、人造使おうと悩んでいる方で、まあ、似たようなね、結構凸の方とかは、ああいったパーティーもね、全然ね、似たぐらいね、やっぱり強くて、で、レート上げとかにね、結構向いてたりするので、おすすめですよ、という感じですね。はい、ということで、ここはね、ライジング入ってくれたので、そのままですね。はい、ドカンと。結構ね、相手にもね、単発止めライジングとかね、打たれそうな場面とかもあったんですけど、まあ、お相手しっかり見てくれたおかげで大丈夫だった、みたいなシーンがありましたね。はい、ということで、フラッシュボンバーがなんか入っちゃいましたね。はい、というまま入るんですけど、というところで、ここからさすがにね、ちょっと見ながらですね。で、避けて、相手もね、ライジングも打てる状況になってて、で、誰当てられてもっていうところなので、できればね、まあ、18号以外にね、当てられたいなみたいな感じでここね立ち回ってはいます。でとりあえずねここはねもう泥足で殴ってていいだろうみたいな感じなので18号変えちゃいました。殴る時だけに出して、あとはね相手がライジング打ってくるまでは結構控えさせようみたいな感じですね。はい、で相手たまらずザマスに変えてきたんですけど、これはね大ダメージですねと思いきやね意外と入ってないんですよねそう、これね、ほんとね、もう相手ね、ゲージ赤くなるぐらいまでね、もう、詰めれるかなと思ったんですけど、案外そうでもなかったんですよね。ザマスが硬いのか、なんだろう、火力がこっちあまり、まあ、キラーとかがね、ない分乗ってないのか、どっちなんでしょうね。なんかすごい不思議でした。という感じで、ここはタックル入っちゃうんですけど、お相手繋げれずって、ここね、特殊被せたかったですね。ということで、まあ、見ながら。で、こっちタックルか何か来るかなと思って多分ぶっ破されたと思うんですけど、ここ、普通に避けれたので、なんとか最後はフィニッシュということで、やっぱりね、まあ安定性はね、人造、すごいですね。ということで対戦ありがとうございました。はい、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか。ということでね、力の大会用にせっかくね、組んでみたので、レートね、回してみましたが、いかがでしたでしょうか。なんだろう、個人的には、すごくね、やっぱそう、トッポガールズとかね、未来人造のね、まあ、上位互換というか、まあ、それはね、純正パーティーなのでね、明らかな上位互換なのかな、みたいに思ってたんですけど、まあ、意外にも、まあ、そういったパーティーにもね、全然ね、いい部分はあるなって感じましたね。あながちね、全然ね、あれらがね、劣化ではないな、みたいな印象は持ちました。ということで、
ことなんですけども、しっかりね町のスタイルというか、まあなんていうんだろう、相手の攻撃しっかり見ながら最適なね動きできる方とかだと、やっぱりねスーパー17号のね使い勝手とか、まあ全ちゃんの使い勝手とか、そういうところは全然変わってくると思うので、それこそねクニさんとかのあのプレイ見てると明らかにねもう腎臓もう最強やんって思うぐらいやっぱ強く見えてくるので、そこら辺はねやっぱり慣れとか、まあプレイのねあのスタイルとかも重要なのかなと思いましたが、まあねもしね腎臓を組もうかなと悩んでいる方で、例えばね僕と一緒で18号だけね学生させてたみたいな人が今いらっしゃいましたら、まああながちねあの他のそれこそトッポガールズとか未来腎臓っていうのもね、まあ悪いパーティーではないかな、それこそねまあレート上げとかではね結構ねサクサク使えたりするので、まあそういった面でね全然ね運用していくのはありかなと思うので、少しね参考にしてみてください。まあ使い慣れたらね最強のパーティーだとは思うので、作ってね損することはないかなと思います。ということで今回はこれで終わりたいと思います。よければチャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。